今回の動画は僕の大好きな足元の動画になります。完全に趣味動画です。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、新しくスニーカーを2足も購入してしまいましたので、こちらをご紹介していきたいと思います。どうせ買ったんなら動画にしようっていう、そんな魂胆ですねっていう感じで、ね、なんでアディダスなのかっていうと、最近ねペタペタなスニーカーハマってまして、まあバンズとかが多かったんですけど、その中でもねアディダスの方でもペタペタなスニーカー結構あって、でさらにね4月1日に僕の好きなスケーターのジェイソン・ディルって方がね、シグネチャーでサンバのモデルを出すっていうのを見て、あサンバそういえば欲しいなっていうのと、あともう一個欲しいモデルあったんで、ちょうどね楽天ポイントがめちゃくちゃあったので、それで購入しました。はい、っていう感じで両方ともねかっこいいアイテムで、もう発売してない、もしくは楽天くらいしか売ってないんじゃないかくらいのところもあると思うんですけど、まあ、同じモデルで色違いとか今後も出てくると思いますのでね、よかったらチェックしてみてくださいっていう感じで、ね、ちょっと一個ずつご紹介していくと、まず1個目がねこちらですね、サンバになります。まあサンバだとね有名だと思うんで皆さんご存知だと思うんですけど、スニーカーとかブーツを靴箱から出す瞬間が一番好き。こんな感じのアイテムになってるんですが、ドドン、アディダスので、ね、有名なサンバになります。やっぱアディダスだとね、こういろんなスニーカーのモデルあるんで、サンバを知らない方もいらっしゃると思うんで軽くご紹介していきますと、サンバに関しましては1950年に登場したスニーカーで、こうアディダスの数あるプロダクトの中でも最古のモデルの一つとも言われております。だからなんかちょっとクラシカルというか古臭い、そんなねデザインになってますね。で1950年に開催されたワールドカップを記念して、開催国のブラジルを代表する音楽サンバの名前が付けられているそうです。当時はねサッカーシューズとして誕生しつつも、タウンユース用にね数々のアップデートを施された、老若男女問わず全世界から愛される大人気のモデルになっています。どこかねサッカーテイストなね、そんな作りになってるんで、こういう風な甲も低くて全然にペタッとしたスニーカーになっております。サイズの展開に関してはね、多分僕が見たサイトだと23から29センチまであったんですけど、もっと幅広くあると思います。で特徴なんですけども、柔らかなレザーアッパーのオーバーレイヤー、特徴的なねこのスウェードトゥーデザインがね、やっぱりかっこいいアイテムになってると思います。少しねこの僕が購入したモデルなんかだと、グレースウェードとあと表皮のねホワイトのレザーでね、ちょっと色味なんかが変わってるところが特徴ですね。であとですね、機能的なところでもお伝えしていくと、冬場のフットボールシューズとしても開発されていて、凍って硬くなって滑りやすくなったフィールドでも最大限力を発揮できるようにと、アウトソールにはね3つの吸盤がね取り付けられております。ここですね、こう体重がかかったタイミングで穴の中の空気が逃げることによって真空状態になり、滑りやすい地面をしっかりとキャッチして、凍った地面でも確実に滑りを防止してくれるそうです。かなりね手でこういう風に擦ってもねキュッキュ言うような、そんなねグリップ感になってます。あとはこのブランドを象徴するねこの3ストライプだったりとか、またここのねメタリックで落とし込まれて箱押しされてるねこうサンバのロゴとか、まあ、時代を経ても変わらないディティールが魅力の一つになっていると思います。まあ、すごく全体的にもペタッとしていて、まあ、どういうパンツに合わせるかって言ったら、僕はねスラックスとかテパドのかかったアイテムとか、あとはクロップドのデニムとか僕持ってるんですけど、そういったもの、あとはあえてディッキーズとか US アーミーのチノとか太身のものでね、レングスのそんなに長くないもので足元をペタッとさせて合わせるのもありかなっていう風に思っております。まず1足目はこれ、後でちょっと着用してみますね。で2個目に買ったのもまたアディダスの中でもペタッとしたスニーカーなんですけど、サンバにすごい似てるんだけどね、こちらになります。ビジニッツですね。ビジニッツはね僕黒を持ってるんですけども、今回はねこのグレースウェードとネイビーのね色合いにガムソールのモデルにしてみました。タンが長いのが特徴なんですけど、僕だいたいここで切り取り線あるんですけど切って使ってます。でこれもサイズ展開、購入した楽天のサイトだと25から29ってあったんですけど、もっとあるのかなってとこですね。で素材に関してはスウェード。でこのスニーカーの特徴もね、クラシックなサッカーシューズをデザインベースにして大人の渋さを醸し出す日本未発売カラーっていうところでね、こうやっぱ海外限定なんで楽天とか通販サイトで購入するしかないのかなってとこもあるんですけども、このねレッドとか、まあ、全体的にトリコロール風なカラーになってるんですけど、まあ、そこもね全体的にくすんだ感じの色合いになっていて渋く仕上がっております。まあ、楽天でいろんなネットサーフィンしてる時にね思わず一目惚れしてしまってポチってしまったアイテムなんですけど、でこちらもねクラシカルなデザインにクッション性の高いインソールになっていて、デザイン性だけではなくて履き心地も抜群なアイテムになってます。まあ元々これスケシューなんでね、こんな感じになってますね。デニスビジニッツっていうね、もう鬼のようにプッシュが早い、まあ、今リアルなのかわかんないですけど、リアルのライダーさんでね、
めちゃくちゃかっこいいんですよ。でバンズとかも入ってたんですけど、なぜかアディダスに行って、でアディダスだとね、こうあんまりペタペタのスニーカーなかったんですけど、シグネーチャーでね、ビズニッツを何年前だろう、もう10年くらい前になるのか、を出して、かなりねその時は衝撃を受けたアイテムでしたね。でここのね、やっぱ特徴的なところだと、シューターウィングがねしっかりとフィットするようになってるんですけど、僕的には結構ね擦れて痛かったりとか邪魔くせえなってところがあるので、僕はここは切って使ってますね。で全体的にねグレーベージュカラーを基調として、デニス・ビズニッツの金箔のスタンプがこういう風にワンポイント入ってるくらいなので、とてもシンプルなんですけど、コーディネート間違えるとね、こう色が結構使われているので、ポップでもあるしっていうところでね、なかなか難しいアイテムだと思うんで、こちらに関してはねシンプルに合わせて使うのが一番なのかなっていう風に思います。なので、ね、両方のねスニーカーちょっと合わせつつ、コーディネートでね着用感なんかもお伝えしていきたいと思います。はい、着用してみました。こんな感じですね。ちょっと遠目で分かりづらいかもしれないんですけども、今スラックスを合わせております。今長靴下なんですけど、短い靴下とかの方がね相性いいかなっていう風に思います。多分見ていただくと分かると思うんですけど、ボリューム感が本当にねコンパクトなんですよ。なので足元がねスッキリ見えるっていうのもありますので、まあ大人のスニーカーというか、まあ、小切れにも使えますし、古着テイストのねアイテムなんかと合わせてもいいと思うんですけども、こういう風なスラックスと合わせて、上にジャケットとか、あとはカーディガンとかニットとかね綺麗に合わせてあげても、こう足元のカジュアルさがね強調しすぎずに使えるアイテムだと思います。あとグリップ力がやばい、本当にキュッキュキュッキュ言ってましたもんさっき。なんでそれくらいね履きやすいアイテムですし、あとは軽さのところもねすごい際立ってね感じられるアイテムですし、新品状態なんですけどとても柔らかいんですよ。なんでねスニーカーの中でも履きやすいものを探されてる方っていうところで、ランシューとかだとなーみたいなところがある方はね、このサンバなんかとてもおすすめだと思います。ちょっと寄りで撮ってみます。はい、こんな感じですね。ジャストサイズのねスラックスと合わせてるんですけども、やっぱテーパードかかってるパンツとかだと足元ボリューム出すぎちゃうとねバランス悪かったりとかするんですけども、こう綺麗な感じのバランスでね着用できてるかと思うので、スラックスとかテーパードの効いたもの、あとユニクロの感動パンツとかね、やっぱあれすごくいいパンツだと思うんですけど、ああいうものを合わせてあげてもねすっごい使いやすいと思います。見てこの柔らかさ、最初からねすごく履き馴染みの出るスニーカーになっておりますので、めちゃくちゃ履きやすいです。使いやすい。やっぱりコンバースのオールスターとかね、バンズのオールドスクールとか、ああいうペタペタのスニーカーもあるんですけど、少し差別化したいなとか、アディダスでなんかいいのないかなって人にはぴったりなアイテムだと思います。次にビズニッツ履いてみます。はい、こちらビズニッツに履き替えてみました。で合わせたパンツもね US Army のチノに変えてみました。こうさっきのねサンバに比べて、このシュータンのところのねこのボリューム、やっぱスケシューなんでね、ここのところがねクッション入っててボリュームが増えてるので、履き心地のフィット感とかね、こっちの方がかなりすごいです。インソールのところもねしっかりと安定感が感じられますね。であとはねこう横幅だったりとか高さに関してもこっちの方がややボリューム感があるので、まあ、こういう風なね太身のパンツとか合わせた時にね、こうボリューム感が足りなすぎないっていうところもありますので、こっちの方が万能にいろんなパンツに合わせられるかなっていうふうにも思います。ただやっぱペタペタシューズの良さはね両方とも兼ね揃えてると思いますので、もうお好みでってところになると思います。スケシュー独特の足元のこのホールド感だったりとか、そういったところは好きな方もいらっしゃると思うので、デザインで選んでみるのもありだと思います。多分そこまで変わんないと思います。でかかとのねこの赤のチラッとなんか見えるところでちょっとポップすぎるので、やっぱりシンプルな服装でね、こういうふうにチノにロンティーとか、あとは黒のカーディガンとか、サンバ同様にねシンプルに合わせてあげた方がコーディネート的にはね成立するのかなっていうふうに思います。これもちょっと近くに寄ってみます。はい、こんな感じですね。程よくかぶさるとこんな感じの印象になるので、ボリューム感もね程よく出てくれてると思うんですが、そこまで出すぎずペタペタシューズの良さというか、甲の低さのところですね、そういったところもね感じられるデザインになってます。なんといってもガムソールがかっこいいですね。このグレーのねスウェードとネイビーのストライプ、あとガムソールのこのバランス感覚ですね。本当はねかかとの赤のところもねネイビーだったらさらに良かったなというふうに思うんですけども、まあ、見えないしいいかなっていうところになってます。ビズニッツのね独特のこのつま先のところのステッチとか、そういったところもねかっこいいんですけども、履き込んでくるとさらにねこのオリジワなんかがついてくるので、そこもいいポイントなのかなっていうふうに思います。うん、両方ともかっこいい。はい、っていう感じでね、今回アディダスのスニーカーを2つご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。両方ともねこう春に使いやすそうなカラーでね、白とグレーとか、色合い的にも爽やかですし、ペタペタシューズだとこう夏ってそこまでボリュームがね服に出ないと思うので、合わせやすさだったりとか綺麗さなんかもねカジュアルさにプラスして出せるアイテムだと思いますので、まあ、個人的にねペタペタな靴にハマってるだけっていうところもあるんですけども、よかったらチェックしてみてください。履きやすくてねカジュアルになりすぎずにも使えるアイテムだと思いますので、個人的には買って満足でした。っていう感じで今回の動画は良かった、参考になったと終わりました。高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。